さあ、今日お聞きしたいのはですね、はい、2人にとって偉大なる先輩というか偉大なるダンサーという方はどなたなのかなと思って。なるほど、はい、Dance at TV。 まずは偉大な MC ビッグ3を紹介。ハウスダンサーカリスマカンタロー、時にシーンを黒子役に徹して支える全員のダンサー、チームとしてソロとしてダンスシーンに刺激を与え続ける憎めない男ビッシュボーイ。そしてなっちゃんこと辰巳夏子、最近は女優として活躍、意外とダンスを見る目があってみんな驚いてますよ。一番ポピュラーなところで言えばやっぱり映画ですよね、うん、映画のブレイクダンスっていう映画があるんですけど、やっぱその中で の, あの掃除のね、ほうきを持ったシーンで有名なあのブガリルシュリンプ、はい、はい、ダンサー偉人伝バイオナンバーワンブガリルシュリンプ。映画ブレイクダンスで今も語り継がれるこのシーン、ブガリルシュリンプの役名はターボ。ダンサー以外でも多くのヒップホップ関係者に影響を与えました。まあ、なんかあの世の中にね、ブレイクダンスをこう知らしめた番ね、映画というか、うん、刺激受けました。やっぱりいやーもうこれ見た時はもう半端なく、すごいテンション上がりましたよね。もう練習 しようみたいな、掃除なるほどな、生活の面で練習しろってことだな掃除しろみたいな、そっちなんだルガルシュリンプが踊るコマ落としのようなダンスはアニメーションと呼ばれるもの、音楽はテクノの先人クラフトワーク、そしてマイケル・ジャクソンで有名なあのムーンウォークも。そのね、偉大なそのダンサーもフィーチャーしながらこの番組進めていきたいと思います、はいはい、どんな瞬間も全部手に入れたい、たとえチープな夜でも Love is only game Love is only game。読書の秋、ダンスの秋、今夜はスタジオに自称マイケル・ジャクソンさんが遊びに来てくれますよ。面白いマイケルさんに真面目なジャクソンさん、一体何が飛び出すか乞うご期待。君には聞こえるか、ストリートの鼓動が、ダンサーの息遣いが、ダンサー TV、 ダンスの未来は君と共にある。世界が落胆し涙した。それは今年6月のこと。マイケル・ジャクソン逝去。音楽シーンとダンスシーンを駆け抜けたキング・オブ・ポップ。ダンサー TV では今夜もマイケル・ジャクソンスペシャルをお届けします。やっぱりこのなぜ2週連続なのか逆に言うと2週連続でも全然足りないんだけども、はい、やっぱりもうマイケルをね、未だその知らない子たち、ダンサーでも知らない子がいるっていうのはね、うん、僕はやっぱり納得いかないんで、ね、あ2週連続でねこの企画をお届けしたいと思います。はい、絶対ということでですね、はい、今回はなんとマイケルさんが来てくれました。何あまりにもリスペクトしてます企画、ダンサー TV にマイケル降臨。最初はアポロシアターのステージにも立った男、その名もマイケル。ライブ時のマイケルを完全コピー、トレードマークの手袋、そしてムーンウォークにも注目。曲はビリージーン。
マイケルさんにいただきました。ちょっと紹介していただけませんか。ディスキューというチームでね、はい、活躍してる、はい、こっちジャック、はい、でこっちダイケルっていう、ね、ダイケルって面白いなんでディスキューなんですか。マイケル・ジャクソンのゴーストっていう PV があったんですけど、その中でマイケルのセリフの中に、はい、驚かせたっていうのを、はい、ディライスケルっていう英語があったんですよ。でそれをこう文字を短く取ってディスキュー。うわー深い、深いね、深いというか分かりづらいというか。ちょっとお聞きしたいんですけど、マイケルさんへの思い入れとかっていうのはどんな感じなんですか。まあ、そう聞きたい。マイケル・ジャクソンに興味持つので、ダンスそのものに全然興味がなくて、だからダンスっていうものにこう目を向けさせてくれた人がマイケル・ジャクソン。素晴らしいですね。まさにこの番組で伝えたいことを今言ってくれた感じですよね。そうですね。ダイケルさん、以前僕アメリカに住んでた時があって、その時にニューヨークでそのマイケル・ジャクソン の, あのビデオを買ってみた時に、改めてこうまじまじとなんかマイケル・ジャクソン見た時にすごいかっこよくて、思わず涙してしまったんですよ。わーすごい。もうマイケルを超えられるアーティスト多分もう出てこないんじゃないかなって。いないですね。今後も出てこないです。今後もうずーっと出てこないんじゃないかなと思ってて。全国のマイケルファンが一斉に集う日があります。8月29日マイケル・ジャクソンの誕生日。今年も渋谷で彼の誕生日会が行われました。ジャックさんとダイケルさんが出会ったのもこの場所だったそうです。だからその時に、うわ今より全然マイケルじゃんとか言う人いるんですか。あ、いますよ。マイケルぐらいで負けたみたいな。もうなんか踊りがどうとかよりも気持ちがマイケルみたいな。まあでもまあお互いこう刺激をこう受けて、踊りがマイケルのやつもいれば気持ちがマイケルじゃないればなるほど。そのパーティーやばいですね。じゃあ次来年また行われるわけですね。来年も確実に行きましょう。このパーティー8月29日渋谷は要チェックです。行きましょうこれは。